蓮舫が大炎上、反対すると対案を出せ、提案すると財源を示せ、2日に立憲民主党の蓮舫さんがツイッターにて、政府の少子化対策に関して、反対すると対案を出せ、提案をすると財源を示せ、私たちが財源の考えと法案を提出すると国会審議せずなどと発言してしまい、批判が殺到し、大炎上してしまっております。 こちら、何らかの政策を提案する際に重視されるのはまず政策が必要なのかと政策に効果があるのかどれくらいの予算が必要で財源はあるのか、まあ、この3つが揃わないと受け入れられないでしょうこれは国会だけではなく民間企業でも同じでございますが立憲民主党などのおかしな野党の皆様は受け入れられる程度の政策をほとんど提案できておりません。 ただただ国民ではなくて政府ばかりを見て政府の対案ばかりを出しておりますのでスタート地点にすら立てておりませんが蓮舫さんなどおかしな野党の皆様には政府・与党と対決するために対案を出すという姿勢を改めていただき国民が抱える問題を解決もしくは改善するという国会議員の基本に今一度 立ち返っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。